ルネガルシア・プレバルは、ハイチの政治家、元大統領、ポルトー・プランス出身、ベルギーのジョンブルー大学の農学部卒。プレバルは1963年に、フランスはデュバリエ独裁政権下で命を狙われ、家族と共に亡命を強いられた。ルネの父も農学者であり、デュバリエの前任者のポール・マグロワール将軍の政権で、農業省を務めた。その経歴上、 デュバリエ政権の反対者となり、彼はベルギー領、を今後の国連機関で働くようになり、そこに家族を集めた。ニューヨークのブルックリンでウェーターをして5年間過ごした。あと、プレバルは国立鉱物資源研究所に職を得て、ハイチに戻った。そして数年後彼はポルトープランスに共同で出資して、パン屋を開いた。開業と同時に彼は政治的サークルや、 事前活動にも携わった。その中で、サレジオ会主催のジャンベルトラン・アリスティドの孤児院にもパンを提供し、彼とも親しくなった。1991年にアリスティドが民主的な選挙を経て大統領となると、プレバルはその首相を務めるようになったが、9月30日の軍事クーデターを受け再び亡命した。1996年、 プレバルは選挙で88%の得票率で大統領に選出された。1996年の就任式により、プレバルはハイチの200年の歴史で2人目の民主的に選ばれた国家元首となった。2001年にはハイチで初の自然に任期満了した大統領になった。大統領としてプレバルはいくつかの経済改革を行った。 その中で知られているのは国営企業の民営化だが、それは IMF を含む外部の圧力を受けたものだという指摘もある。失業率はその任期の終わりにはデューバリエ政権崩壊以降で最低となった。この失業率の低下傾向はアリスティドが2004年にクーデターで終われるまで続いた。また大統領として彼は軍と警察による人権侵害を調査し、 裁判にかけることを強く支援した。2006年のハイチ大統領選挙で、プレバルは再び希望戦線の候補となった。選挙戦で彼は、ラバラから距離を置きレスポアの候補となった。米国とフランスとカナダの共用の結果として、国連軍が暴力と抑圧の作戦を行っていると、非難しているアリスティドやラバラの多くの支持者とは、対照的にプレバルは、国連軍の存在を支持し、 必要な限り滞在すべきだと発言した。1月29日に長期間の拘束から一時的に解放されたジェラール・ジャンジュストは2月7日にプレバルへの支持を表明していた。2月9日時点の開票結果ではプレバルは61%の得票だったが、後の開票結果では49.1%に下落し、第二次投票が必至と思われた。その後不法に投棄された。 投票用紙が発見されるなどして数日間プレバルの支持者がポルト・プランス含む各地で抗議のデモを行った。2月14日、プレバルは投票の集計に不正があったと主張し、彼が第一次投票の完全な勝者であることを宣言するように求めた。2月16日選挙管理委員会は白票を集計から除外することでプレバルが51.15%で 第一次投票で勝利したと宣言した。プレバルは、ハイチの貧困層の多数から指示を受けた。2017年3月3日、ポルトープランスの自宅で74歳で死去。ありがとうございます。